馬のヒルフィギュアヒルフィギュアとは、イギリスの石灰岩の丘陵地帯に描かれた地上絵である。英語では、チョークフィギュア、ヒルフィギュア、チョークカービング、チョークホース、ホワイトホースなど、様々に呼ばれる。日本語ではヒルフィギュア、おかえ、丘陵像、ホワイトホースとも訳される。上空からではなく、向かい合った斜面や遠方など地上から見ることを意識して作られている。 有名なヒルフィギュアに、アフィントンの白馬、サーンアバスの巨人、ウィルミントンのロングマンなどがある。急斜面の草と土壌を削って、溝を掘り、基板の石灰岩を露出させて描いた地上絵は、緑と白のコントラストが鮮やかで、遠方からでも、はっきりと見ることができる。単に溝を掘るだけでなく、基板紙よりも鮮やかな色のがれきを埋める場合もある。 イギリスの丘の斜面には多くのヒルフィギュアが刻まれている。南部に集中しているが北部にも存在する。題材は馬が最も一般的で、人や動物、十字架や紋章などもある。よく古代遺跡と勘違いされるが実際にはほとんどのものが18世紀以降の作である。例外としてアフィントンの白馬は青銅器時代作とされる。制作動機は多様で、 はっきりとしないものも多い。宗教的なもの、記念碑として、政治目的、広告のため、などが考えられている。現代でも、記念や看板として新しく制作されることがある。ヒルフィギュアは、定期的な保守作業を続けないと、風化、埋没して消滅してしまう。そのため、古いヒルフィギュアとは、地域のランドマークとして、 長年にわたり定期的な手入れをされ続けてきたもので、あることを意味する。アフィントンの白馬の航空写真サーンアバスの巨人。サーンアバスの巨人アフィントンの白馬は、様式化された線で描かれた馬のヒルフィギュアである。アフィントンの白馬とも表記する。長さ110メートル。イングランド南部、ボンテージの西方約8キロメートル。鉄器時代の鳥リ跡のある丘の斜面に刻まれている。 地上から図の全貌を眺めることは難しいが、ホワイトホース、ヒルカーパークやアフィントンホワイトホースを目指すと、道中遠方から全体を確認することができる1994年の考古学調査時に行われた、オスル年代測定結果から、約3000年前の青銅器時代から存在しているとされている。またこの周辺には、多くの戦士時代の遺跡が存在している。 この馬のヒルフィギュアは、丘の鳥に関係する部族のシンボルではないかと考えられている。デザインは、ケルト人の恋を模しているという説もある。最近の説では、街道の通行者に馬を宣伝するためのものだったとも言われる。地元の人々の間では何、世紀もの間、ゲオルギウスが殺したドラゴンの図だと思われていた。長年、伝統的な祭りの一環として、 7年ごとのヒルフィギュアの手入れが続けられていたが、19世紀後半からは地元による定期的な管理が行われなくなり、図が不明瞭になっていったため、現在はイングリッシュヘリテッジによる保存管理が行われている。サンアバスの巨人は幅30センチメートルの線で描かれた巨大な裸の男のヒルフィギュアである。長さ55メートル、幅51メートル、 巨人の右手には長さ36メートルの巨大な棍棒が握られている。イングランドドーゼット修道チェスターの北、サンアバス近くの丘の斜面に刻まれており、谷の向かい側からが最もよく見える。中世の記録にはこの丘の土類についての記述はあるものの、巨人に関しては触れられていないため、このヒルフィギュアはそれより後の作。 約400年ほど前のものだろうと推測されている。ちなみに近くにあるアフィントンの白馬については中世の記録も残っている。このヒルフィギュアについての最も古い記録は1694年の補修費用についてのもの。1751年のガイドブックには全世紀に作られたものと記されている。現在の説ではイギリス市民革命時に小園領主、 ホレス教の家来により作られたと考えられている。オリバー・クロムウェルを風刺するために描かれたのではないかとも推測されている。地元の言い伝えでは、この丘で殺された本物の巨人の死体をなぞったものだとされている。特徴的な大きな睾丸と勃起したペニスが描かれているため、昔から生殖の象徴とされており、現在でも子供を望むカップルが訪れることがある。ありがとうございます。